こんにちは、あるいはこんばんは。何うろついてんだよ。岩田委員長です。誰だお前って言ったの。よし、ということでね、ピリピリしながらお届けしたいと思うんですけど、今日ね、ちょっといつもとなんかあのさ、あれが集まってないよ、全然。頸椎100本ボキボキ、あーもう全然声かけてないでしょ。なんでマスクしてんの。あ、踏み潰すぞ。荒れてんの。はい、ということでね。どういうこと。ちょっとね、これちょっとチラッと撮ってもらっていいですか。おいこぼてんでもね、綺麗に撮れるようにリングライト買っちゃいました。どうも、マウリーマウリー。でもね、肌綺麗に写したいんで、ということでね、でこれで、まあ、100本ボキボキをおぎこぼメインのスタッフ3人でもちょっと間埋めちゃおうかなみたいな。それとともにちょっとね、これじゃあもらっていいですか。はい、これね、まあ真ん中ゴー君、初代爆音小僧で元祖、これ帝王、これ問題児なんで、高弘はこれですね。あー、わかりやすいね、これはいい絵だね。チラッと見やがって。見るな見るな。イタ君の頭爆裂してるな。なんかあったん。近くに雷落ちた。真ん中のゴー君がものすごい分かりやすいストレートネックで、高弘がすごい分かりやすい猫背で、イタ君がちょっと原始人みたいな感じなんだよね。褒められてはない。これね、真横から見ると分かる。後でね、これ見返して、これ。そうっすね、うん、で、ということで、じゃあまあいいですよ、正面向いてもらって。で、これをある時のこう首の捻転の仕方って角度が全然違うんで、まあまあいつものね、真上から撮ってっていうのと真横から撮ってどんなこう角度の変化があるのかっていうのをね、まあお届けしようかなと。まあ、要はネタがないっていうことでね。これでちょっとボキボキ動画が足らんということでやってみようぜってことで、行ってみましょう。これ借金とか入れなきゃダメなやつだ。どう、仕上がりの方。そこそこ首振ってみたんですけど、一昨日やってめっちゃ頭痛かったです。お、これは、ああ、もうほんとこれ分かる、この分かるかな、このまっすぐ具合。うーん、恐ろしいストレート。まあちょっと顎上げて、もうこの段階でカーブを作ってあげるんですよね。問題は高弘なんで、今回の、うん、全然だなお前。もうお前のボキボキとんのやめるぞ。何にもなんねえな。すっげえなりましたよ。中の方はね。思いてんでよ。背中の真ん中から腰にかけてなりましたから、今。ちょっとね、板くん行こうじゃ、次。板くん右、左、どっち。左です。左。はい。あー、デコデコしてるわ。類人猿型ですね。うん、ここはちょっと飛び出てるね。もうやめろよお前。なるほど。あ、みんなお前に期待してるから。だらっとしてね、まだリターンあるって、うん、まあ、浮かさないでこう、まあ、横の画面で分かってね、浮かさないで回したと思うんだけどね。顔顔顔顔、どっち見たい、どっち見たい、そっち見たい。よしよし。で、次行きましょう。ここ問題児なんで、これ横から見えますか、この深く奥に入っちゃって生理的湾曲が、ちょ、R が深いタイプね、背中が曲がっちゃって、まあ、本来はね、背骨とかから調整していくんだけどね。
うんちかね、もっともっと。もうちょっと本数欲しいとこだけどな。足までだなと。あ、いいね、もっと近い。誰もなんねんだよ。はい、ってことです。ちょっとマイコンも言ってもらっていい？はい、まあ、類人猿2人と高弘はやや猫背治ったかなぐらいでね。まあ、あの背中の調整してないんでね、今ちょっとあのね、頸椎の捻転の角度を見せたかった。じゃあ正面向いてもらって。高弘、なんと発表があります。うん、発表。はっ、なんとこれメインチャンネルです。やった、久々。言っちゃっても魔法の編集が大丈夫なんですか？もうこれ結構カットだわ。ああ、こういうとこがあれなんだな。はい、じゃあまあちょっと僕に映してもらっていいですか？まあじゃあそういうことで、良い子は真似しないように。まあね、こう施術って上からこうグッと押し付けて回してるように、フォーム的には見えるかもしれないんだけど、実際大事なのは首触ってる指なんですよ。ということでね、まあ、僕が死んだ時用にスタッフに教える用の動画をついでに100本僕の日にあげよう。ちょっと足りないんで皆さん、これ見てたら協力してくださいってことです。じゃあみんなで声出してもらっていいですか？それではご視聴ありがとうございました。